500ポイント貯めて。いや、林やミキさん、ね、腕があれだけ濃かったら足も濃いやろ。足も濃いよ。だけど胸毛はないよ、ミキちゃん。胸毛だけはないんよ。胸毛、胸毛、いいでしょ。うん、逆に胸毛さ、ちょっとあった方がさ、なんか渋いような感じするんだけどね、イメージ的には。胸毛、胸毛すごいボーボーはあれだけど、ちょっと自分は嫌だけど、多少あった方がなんか男らしい感じはあるけどな、イメージ。よし、新しい足に移動するか。500本、500本じゃん、500ポイントしゃあ。うん、黄金ねえかな。あったあったあった、黄金きた。あとは黄金もないよね。ダメだ、1本見つけると2本目を探してしまう。これ、ここ、ここいいんじゃない。ここいいよね。行くか、ガム手。あ、でかいでかい。こうかな、ここでやってみる。ここっぽいかな。ドン。はい、行くよ。ペリ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 。ふぅふぅふぅ。ふぅ。くぅ。273さん。ナイスナイス。長身に電流走る。やっぱこれよな。だけど、ロング毛抜きがやっぱ一番ポイント稼げるね。ダメだわ。あ、周りの毛ついでに抜くやつあったじゃん、あの機能。機能っていうか、あのスキル。これ、なんだっけ。これか。おまけ抜き。これ開けてみるか。よし。よし、オッケー。林谷美希さん、ブラジリアンワックスないんですか？ないんですよ、美希ちゃん。ないのよ、本当に。違う、おまけ抜きあった。あ、15秒だけど範囲が増えるな。やっぱ範囲増えるのでかいな。あ、おまけ範囲も増えた。おまけ抜き、未来があるかもしれん。未来を感じる、おまけ抜きに。うん、そう、ないんですよ。ガムテープのオンリーなんですよね。だけどもう似たようなもんだからいいよね。よしよし、ごめんね、地味なやつで。とりあえず200ポイント貯めて、おまけ抜きを見てみるか。おまけ抜き、え、マジでさ、すごいよね。自分で言うのもなんだけど、すごいよね。よし、 OK。 ここね。あれ、黄金の毛がない。黄金毛ある。しゃえ。そんなとこにあったの。そんな端っこにあったんだ。ここら辺かな。ここら辺でやってみるか。よっしゃ。30秒、おまけ範囲4。 OK。 みなみさん、しかも60ポイントでしたね。マジで。おまけ抜きすごくないねえ。これ200ポイント稼げんじゃない。200ポイント稼げるけどね、おまけ抜き。あれ、おまけ抜き、やっぱすごいんだが、200ポイントも超えたんだが。マロールさん、周りの毛巻き込みきた。200ポイント稼いだよ、おまけ抜き。イカシさん、これ強わらわら。これ強いぞ、おまけ抜き。
あ、次がもう最後なんだ。おまけ抜き次が最後か。次の強さに期待するか。おまけ抜き、永遠とさ、おまけ抜きやってたらもう勝てんじゃない。めっちゃ濃いところ、ここか。めっちゃ濃いところここだよね。俺マジで何やってんだろうな。めっちゃ濃いところここだよな。おまけ抜き、オッケー。あれ、ポイント、とりあえず200ポイント稼げば勝ちだから。やばね、余裕で、余裕ではないけど200ポイントマジで稼げるけどね。ね、やばくない？おまけ抜きやばくない？おまけ抜きやばいぞ。おまけ抜きがやばい、やばい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 。みなみさん、わらわらおまけ抜き強い。もうちょっと遠目からやるか。遠目からもう連打連打連打みたいな、ここら辺パパパパパパって遠目から、もうちょっとこっちくらい寄って、これぐらいかな、パパ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 ってここら辺から。あれ、抜けない、抜けない、ごっそり行くな。強っ、お化け抜き強っ、強っ。いや強いってなんだよ、ただの毛抜きだろ。落ち着け俺、ただの毛抜きだろマジで。あれ黄金の毛、これ黄金の毛違うな。ミリナミ3733ドル、いいな。何ではしゃいでんだろう。いやー、あ、1000本いったわ。いや、おまけ、おまけ抜きのおかげで1000本いけたわ。おまけ抜き強化きた。範囲5、持続時間45秒、さらにアップ。これもう向かうとこ着きましたな。毛抜きマスター、お会いに。きたきたきた、黄金の毛があるよ、黄金の毛、黄金の毛一本のみか。黄金の毛遠目からも見えるかな。あー、遠目からもわかるね、黄金の毛は。黄金の毛をおまけ抜きしてみるか。よし、ドン、黄金の毛おまけ抜き、よしよし、オッケー。あ、神かね。もう200ポイント溜まってるけど、余裕すぎるんだがねえ、ねえねえ。リトシさん、贅沢な使い方や。ほんとやな。ねえ、全然おまけ抜き余裕なんだけど、だけどこんなサミダレ式になるのちょっと いただけないね。サミダレ式になるからそこは気をつけてねっていう話かな。あ、おまけ抜きはマジで密集してる時しか使えないね。こういう密集してるところでしか。もう一回使うか、おまけ抜き。こうやって綺麗に範囲やるんだったらこうやって丁寧にやんないとダメだね。本当に全部抜く気あるんだったらね、こういう粗が残ったやつをうまく綺麗にやっていかないとダメだね。俺マジで何をやってるの本当に。まあだけどおまけ抜けないとやっていけないのは確かだね。これはおまけ抜けないと無理だわ。ミーナミ3733ブンブンブン8がブンブンブンね、おまけ抜けないとやっていけないよね。でこういうなんかこのそぼろになった、そぼろまばらになったやつをこうやってきれいに抜いてって、ここら辺をきれいにしていくと、多分そういうやり方だろうね。はっきり言ってめちゃ気持ちいい、わらわら。みなみさん、ね、そぼろ、わらわら。まあ、これが正しいやり方なんだろうね。まあ、正直、おまけ抜きが、密集地帯でおまけ抜き使えば、まあ、損はしないよね。毛の本数も増えるしさ。こういう感じで。1万ポイント貯めるのできそうだね。
ポイント使わずにさ、1本1本抜いてさ、俺1万ポイント貯めなきゃいけないかなってちょっと思ってたけど、1万ポイント貯めるのはこれで余裕だね。ちょっとこいつ毛がちょっと薄くねえか、ここら辺薄いな。ダメだね、もう濃いとこなさそうだね、この足。オッケー。半端に食い散らかす。でこのおまけ離婚っていうのを開けとく、今のうち。いずれ足を制覇するときを、でこの未開放はロングの毛でしょ。であとはノースキルモードでのクリア。ノースキルモードのクリアちょっと難しくない？え、難しくないよ、根気がいるんだよ。根気必要じゃない？めちゃめちゃここめちゃめちゃ入ってんね。南さんのめり込んできましたね。ウェイリパシさんということはクリアする気があるということ。お会いに。こんな気ないわ。これもあとはちなちゃんに任せるわ。リッパーさんがなんかあとはちなちゃんがやるって言ってたって。俺ちなちゃんに伝えるわ。リッパーさんが言ってたよって、ちなちゃんこういうの好きって言ってたから。これはリッパーさんに濡れ着を着せて。ちなちゃん素直だから、みたいな感じでやりそうな気するよね。分かった、やるって。マジでたまるな、ポイント。すげえな。リパシさん、長身の足の実写って伝えるぞ。いいよ、別に。あ、これで毛は黄金の毛はないね。うん、黄金の毛ないね。こっから行くか。マジで一旦ポイントをめちゃめちゃ稼いで、もう10万ポイントぐらい稼いで、一気にスキル使って一気に全部クリアしよう。まずさ、おまけ抜きがあればさ、正直いくらでもポイント稼げるからさ。373310万ね、本当にもういくらでもポイント稼げるから、おまけ抜きがあれば本当に。でついでに長生きも探しゃいいじゃんね。ほらもう1200ポイント貯まったよ。もう気がつきゃこんなポイントよ。余裕よマジで。ああもう攻略法見つけちゃった。うん、オッケー。お残しはいけまへんで。ここかな、こういうところここだよね。よし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 、これさ、おまけ抜きさ、ついでに抜ける毛の本数をなんか3本までとか5本までに制限した方がいいね。これちょっとレベル制限が必要だね。ちょっとこれは強すぎるわ。ナーフが必要ですね。これアップデート入るかもしれん。ちょっと次のアップデートでナーフだからなんだよ、ナーフが入ったからなんなんだよマジで。だからなんだよマジで。専門家みたいなこと言ってるけど全然興味出ない。毛抜きマスタークス長見。リパシさん、改良アップで来るな。アップで来るから、上に対応される前にやっぱりみんな儲けまくった方がいいかな、今のうちに。一応おまけ離婚はマジで上げとこう。これはおまけ離婚はガチで上げといて。であと黄金の毛を探して、黄金の毛がないことを確認したら、あれ行くか、からな、また。だってほら1550ポイントよ今。これ俺がこのおまけ抜きをすごいもう対応できるようになったらもう終わりよ、気軽に。もうこれの使い方覚え始めたらもうおしまいよ。今まだ初心者の域出ないからさ、俺は本当に。リパシさん、おまけ抜きがあったら山崎パンのバイトよりやりがいあるね。本当よ。なんだよ山崎パンのバイトって。こんなバイトあるのか。よしよし。おいおい、稼ぎすぎじゃねえか。稼ぎすぎじゃねえか、おまけ抜き。よし。
本当におけけ抜きじゃねえだろ、おまけ抜きだろ、もう。よし行こう。完璧よ。足一本はとりあえずクリアしたいね。あ、あ、黄金の毛。ビパシさん、週2時間くらい同じ作業らしいからめっちゃ苦痛らしいよ。え、マジで？それ気がおかしくなるな。辛すぎんそれ。来た。9秒。で、このおまけ離婚っていうのとりあえず一度使ってみよう。一度使って、また黄金の毛がある。一応どんな感じか一度使ってみないとさ。もうズワーって見えるのかな。ポイントいくつだっけ。あ、5。うわ、リパシさん、ズマオ、わら、ミナミさん、うわぁ、うわぁ、待って、今のリパシさん、ゲーミングおけけで笑う、今の見ながら、おまけ抜きでちょっとごっそりここら辺抜いてみるか。徹底的にここら辺抜いた後、どんな風に見えるのか。ミナミさん、鳥肌もの、ここら辺がどんな風に見えるのか。だけど、透き通って見えたよね。反対側にも毛が生えてたらさ、あんまり意味ないかな。だけどおまけ離婚は絶対クリアするためには必要なスキルだから、本当に一旦ここでね、ちゃんとあのロング毛抜きとショート毛抜きを連打して、俺スキルだけでクリアしたい。できればスキルだけで。あ、終わった。でこれで薄くなった感じするしないよね。全然あるあるだね。いやリパシさん、うん、こう見ると結構あるな。ね。あ、ほら、黄金鏡。抜きづれえな。おまけコンボでやるか。おまけコンボでやっちまうか。うえい。南さん、黄金鏡、笑。来たよ。もう本当にお金にしか見えない毛が。それはそれでサイコパスなんだけどさ、それはおかしいけど、言ってることとやってることが違う、理解できないのがサイコパスだよな、やっぱ。リパシさん、もう病気だ。薄長み病気。本当だな、病気よな。月って言いながら包丁を突き刺してくるみたいな。精神的に病んでるやつだよね。切ってや、大好きって言って包丁を突き刺してくる。怖いわ。うんうん、オッケー、うん、よし、うん、ショート抜き上げる、上げてもいいか。オッケー、ショート抜き上げた。まあ、とりあえず上げてこう。ヒルを上げといて別にそうもねえから、後々使えそうな気するし。おーっと、おーっと、オッケー。三本でも人参、なんだっけ、三本、ん、三層でも用途だ。三層でも用途、こっち辺濃いね。いいね。あ、いいね。お客さんロングですね。気持ちいい。だってこのスキル使えば使うほどポイント稼げるからね。まあ、ある程度やったらもう絶対無理だけど。南さん、すごい。いいよな、気持ちいいよな、これ。リパシさん、これは他客やな。おい、これいい客よ。しゃあ。いやー、いいわ、気持ちいい。やってて気持ちいい。キュピタンさん、キュピタン、こんばんは。毛抜くだけのゲームですよ。本当に。みんなブラウザバックするなら今だからね。本当に。あ、これ黄金じゃない？うわ、短。ん？黄金、黄金だよね。4本。黄金だったね。お、またこんなところにも。こらこら。こらこら。明日ないんだから。よしよしよし。
またいつも通りの作業に戻りますか。毛抜き。もう鬼か？鬼かマジで。鬼すぎん？マジで鬼すぎん？南さん、毛と会話をするながみんさん。ほんとよ。毛と会話するんだったわ、とうとう。俺終わってるな。毛の調子を見ながら俺やっていくの。南さん、わらわら。やばいな。ポイントめちゃめちゃ貯めたいな。よし、5本も揃ったわ。スキル強化できんじゃない？ちょっと気抜き。来た。よっしゃよっしゃよっしゃ。あとここもか。オッケーオッケー、2段階。うん。もう解放してるのは全部強化していいよね。もうガムテープがいかにしょっぱいかがみんな分かったよね。ガムテープがいかに、お。よし。もうお気づきの方はいると思いますけど、ガムテープがいかにしょっぱいか。リトシさん、うん、おまけ抜きが強すぎる。ほんとよ。おまけ抜き使えば使うほどポイント貯まるもん。まあ、密集してることが前提だけどね。え、なんか違うところ抜いてない？裏側抜いてたわ。意味がわからん、このゲーム。待て。初のマイナスになるかもしれん。おまけ抜き使って。だけど、気を抜くと、そんなに稼げないから、やっぱり、そう簡単には、そう簡単なスキルではないですね、やっぱ。クロート。クロートとしての自覚がないと、何自覚？自覚ってなんだよ。意識を高く保たないと、これダメですね。意識を持っていかれるね、ほんとに。うん。リトシさん、余裕で元取れとるわらわら。ほら、また黄金の毛が。よし、OK。これで、ショートとかミドルは、マックスだね。よし。持ってるスキルはこれで全部とりあえずマックスになるから、一旦、まあまあ、毛抜きますか。あとは一番ポイント貯める。南さん、毛抜きに関してこんなに語れるのさすが。あとは一万ポイントよ。一万ポイント貯めてって、ばあちゃんのさ、頭の白髪の毛抜きでやるのを思い出したわ、それが。一本抜いたら10円もらえるってやつでさ。あ、結構時間かかるんだよね。うん、弟がなんか提案してたんだよね。いっそのこと。両つべで流れる脱毛の組むとか長見演者で行くねえかも。脱毛。オッケー。来た。これで持ってるスキル全部、スキルマ。オッケーよ。やっと。やっと。やっとよな。イージーモードとか選べん、あ、選べた。イージーモード選べる。イージーモードって何？ちょっと見てみよう。イージーモード選べた。リトシさん、ね、毛抜きのスキルマとか聞いたことねえ、わら。え？ EG モード毛少なくない？嘘でしょ。え、これ。これ全クリあるぞ。待て。これ全クリあるぞ。EG モード毛少なくない？南さん、おいおいおい、少なくて逆にキモいよ。おいおいおい。嬉しいんだが。いいんかこれ。いいんか。中学2年生の足。いいんか。ここスクロールしながらちょっとずつ下から上に向かって全部抜いていこうぜ。一旦これでスキル使用なしでクリアできるんじゃない？イージーモードだ。ダメなのかな。1万ポイント貯める。スキル禁止モードでクリア。長い毛を抜く。まあ、一旦ノーマルクリアするか。ノーマルクリアでもいいか。単純に。これ逆に、スキル使っても抜きづらいね。無駄にポイント消費するだけだよね。これ、使ってみてどうなんだ？減ってんのかな？
2回使っちゃった。いや、1万ポイント貯めるためにしときますか。まあ毛の本数減らすって意味だとあれだね、ロング毛抜きだね。ね、足首周りがさ石で終わらないんだけど、下のやつ全部抜いたらさ、ちょっとずつ上に行こうと思ってるけど全然上行かないよ。え、何これ、こういうもん。あ、終わった。そしたらこれでこの、あー、綺麗に抜けてるね、全部。オッケーオッケー、全部綺麗に抜けてるわ。こっからか。結構長いと思うけどな、今の毛とか長いと思わない？そんなことない？いやー、しんどい。全部抜いたらなんかあるよね、絶対。おめでとうみたいなあるよね。なんか毛が多い方が気持ちいいな、わら。だよね。なんか絶対おめでとう的なのあるよね。ないのかな。いや、あ、待って、一旦これを終わら、ここをやって、イージーモードじゃなくて、あれ消えない。え、こうやってこうやって、あ、一旦ここで、これだ。リセットしたらできるんだ。スキル禁止モード。これで、あ、ちゃ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 。いった、黄金の毛ある。ここだけ確認させて。はいね。一旦これで消して、イージーモードをスキル禁止モード。あ、え、スキル禁止モードってさ、スキル禁止モードって、あれだろ、イージーモード使えないの。時間制限モード。あ、1時間半で全部抜けって書いてる。どうでしょう。無理だろ。1時間半で全部抜くってどんだけだよ。リパシさん、あれじゃね、1万貯めてからイージーでロングミドルショート使いまくればいいんじゃね。あー、確かにな。なんか10万ぐらい貯めないとね、俺無理だと思う。で、最初はこういうおまけ抜きで、まあ、あの、まばらにこうやって、もうこれでやっていくしかないと思う。あの、まばらになるけど、一本一本抜くよりは絶対マシ。多分一旦おまけ抜きでこうポン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 やっていくしかないと思う。リタイア。うん、リパシさん、あれ本数とコスト的に減っても10ずつくらいやと思うよ。マジで1万でいけるかな。スキル金、いや待て、一旦これでもう、よしよしよし。これ、タイムアタックモードの方がいいな。リセットする手間が減る。減るけど別に、それがどうしたって言われたらもうそれまでだけど。まあ1万ポイント貯めますか、とりあえずおとなしく。あれ？いけない。まあ、余裕でさ、ポイント貯まるからいいよね。考えてんだ我々は。本当よな。待って、じゃあ念のため2万ポイント貯める。いや、なんか2万ポイント貯めるのもな。俺1万ポイントはね、微妙に足りないと思う、正直なところ。なんでかっていうと、1万ポイントを貯めるっていうコースがあるから、もうすでに。絶対ね、1万ポイントだとギリギリ足りないと思うんだよな。黄金の毛あるわ。だけどこれは想定の範囲内の毛だから、いずれそこは駆逐するから、オッケー。リパシさん、うん、保険は大切。そう、保険は大切よ。めちゃめちゃ密集地帯いるけど、気持ちいい。これよな、オッケー。こういう密集地帯はおまけ抜きだよね。
絶対おまけ抜きだよね。一旦全体的におまけ抜きを連打してやっていった方がいいかもしれんな。よし、オッケー。楽じゃない楽じゃないってリスタート前提でやってるけどさ。もう黄金の系もだいぶ見慣れてきたね。そんなレア感がなくなってきたね。かな。ね、もう慣れちゃったよ。だけど必要ないんだよね。まあポイントは高めでいいけどね。よし、 OK。 おまけ抜きってさ、2度目やっても儲かるのかな。違うところ試しにやってみるか。ここら辺、ここら辺かな。抜きづれな、時間が焦るからさ。ここら辺かな。ここら辺おまけ抜きいいんじゃない。おまけ抜きこれさ、初見の人が見たらさ、相当気持ち悪いことやってんなこいつってなるかな。5488ポイントね。え、余裕すぎんか。おまけ抜き元で取るの余裕すぎんか。リパシさん5488、ほらもう超えたよ。割と丁寧に抜いてるけどさ、あの村がなるべくできないように抜いてるけど、なんか余裕すぎん？おまけ抜き強すぎん？おまけ抜き強すぎんか。やばいな。もう使えば使うほど得じゃん。真剣にやってるわ。ここら辺、ここら辺毛が少ないね。こういうところをうまくケアしてあげないとケアってなんだよ。ここら辺かなとは。ほらまばらになってるよね。これおまけ抜きの残骸よ。そう、おまけ抜きの残骸。こういうのがあるからおまけ抜きは。なんかめちゃめちゃ濃いのとかあってほしいな。よし、一旦黄金長っ。リパシさん、エステの人みたいになってきたな。長身、ほんとよな。これ長くない？60ポイント1本で60ポイントだけど、最初にさ黄金の毛がさ4本ぐらいあったらマジであれすごかったんだね。全然わかんなかった。シロンさん、見に来たらちょっと不快な面だったので回れ右します。お疲れ様でした。シロンさんこんばんは。あ、普通はそうよな。うん、俺も回れ右するもん。いつも言ってる配信者さんがこんな画面だったらさ、俺声かけずにそっと押したもん。昨日配信してたんだ知らなかったみたいな、そんな体でさ、おぼけてさ。知らない男の足の毛で盛り上がる私たちって病気なんだな。結構綺麗に抜けたんじゃない？これちょっと離婚で見るか。離婚裏側も見れるからな。辛いな離婚。おお、この子に黄金の毛あるじゃん。ほんとよな、やばいよな。あれ？あ、抜けた。あのさ、おまけ抜きはさ、デフォルト機能でもいいかもしれん。イージーモードでの。
ちょっと辛いかも。イージーモードただ本数が少ないだけでさ、おまけ抜きの機能がイージーモードにデフォルトでついてた方がいいかもしれん。で、毛の量は変わらず、おまけ抜きで楽になるよねみたいな感じで、そっちの方がいいような気がするけどな。本当にね、もともと人間の体毛って苦手だけです。今触るくらい何のやり取りしてんの。結構抜けたんじゃない。うまっ、俺がうまっ。いやー、むしるような感じだね。リパシさん、でもこのゲームを見てると不思議と好きになるかもしれません。お会いにならんだろ、絶対ならんぞ。ポイント、ポイントの稼ぎが悪い。結構いけるね。やっぱおまけ抜きは強い。それだけは確実。ポイントが増えてる時点でね、損得だと多分得なんだよね。リパシさん、爽快フェスティバルはしょい。本当だな。みんなどう？すっきりしてるでしょみんな。俺はちょっとおまけ抜きが楽しい。おまけ抜き無限モードとかあってほし、あってもいいかもしれん。いやー結構まばらになってきたね。ここら辺とかまだ抜けるかな。ここら辺とかまだ抜けるよね。いやー、マジで俺何やってんだろうな。マジでほんまよな。え、マジで俺何やってんだろう。オッケー、もう十分かな。もう十分だね多分。3000本溜まってるよ。未開放。うん。こいつ。うん。OK。よし。もうそろそろさ、いいよね。最初のさ、一本一本抜いてたのがもう懐かしいね。もう過去の出来事だよ、あれは。もう全然過去。じゃあ、とりあえず1万ポイント貯めますか。こういうやっぱ密集してるところが気持ちいいよな。範囲5本とかなのかな。あ、範囲って、本当に周りの本数なのかもしれない。周りの毛を抜く本数。あ、多分そうかも。広さじゃないわ多分これ。周りの毛の抜く本数かも、範囲って多分ね、思うにね。
7000まで来た。俺やばいな、こんなの本気でやってんの。よし、うん、よしよし、いい感じよね。南さん、あと少し。あと少しだよね。1万ポイントまであと少し。まずこの時間モード、時間モードでクリアしたいね。どうすなら全クリするんだったら。多分さ、あの200ポイント損してないよね、こんだけ使いまくっても。おまけ抜きって俺基本は損しないと思う。もう、まあ、勝手にそう思ってる。基本は損しない、おまけ抜きは。こちら辺だね。で、計量。マジで俺毛抜きに何マジになってるの。厳しい。ああマジ厳しい。マジで厳しい。よし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 、だいぶまばらになったね。まばらになってまだ結構あるんだよね。あ、なんかツルツルしてる。ダメだ。だいぶ毛減ってきたね。やっぱまばら抜きだね。まばら抜きさえマスターすれば。よし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 。もうマジで何やってんだろう。虚しくなる、マジで。ガチで虚しくなる。もうアスムアだよね。もうそうだね。本当だな。あ、終わった。こう。1万ポイント貯める。これな。だって1万ポイントあったらクリアできるかな。
40秒ぐらいしかないからさ、なんか40秒でも十分長いけどね。いやおまけ抜きが強い、どう考えてもおまけ抜きが強い、おまけ抜きが強すぎる。エンマできた、ガチでおまけ抜き強いよね、冗談抜きで。どうかな、これぐらいだったらいいかな。でここら辺から抜いていくか。どこ、メルさんこんばんは、うん、してきた、こっちか。おいメルさん、これか。いやーしんど、なんか毛少なくない、もう残り毛残り少なくない、このほぐさないといけないんだよねこの毛、ほらこの丸まった毛。メルさんこんばんは。いやーしんど、メムさんさん、こういうゲームやってるから何か心に相当な悩みを持ってるのかと思ったよ。いやいや、この流れですね。リカシさん、長身はもう救えないんだ。俺はもう救えないのよ、もう俺は死んだも同然よ。終わった6700歩、この辺も抜けるのかな。結構さ、おまけ抜きやってればさクリアできそうな気しない？そんなことない、おまけ抜きだけでクリアできそうな気もしないでもないけどさ、やっぱそんな甘くねえかな。南さん、鉄拳やるまでは死なないでね。俺の大好きはちょうど米粒20個分。鉄拳はやらない。本当に気が向いた時、いつかね。いつかね。OKOK。抜けた。まだあるけど、ここら辺いいよね。お、生えてる。ここ結構生えてる。いや一旦リセットするか。うん、リカシさん、もう本数えぐいことなっておもろい。えぐいことなってる。いやもう無理よ、黄金の毛も結構たまったもん、8本とかよ。1レベルマックスするの12本、いや10本か、10本あれば1ワンスキルマックスできるからさ。よしよし、オッケー、頼むよマジで、1万ポイント頼む、俺1万ポイントになりたいだけ。俺1万ポイントが恋しいのよ、1万ポイントが恋しいだけなのよ。
やった9000まで来た。マジでもうちょい。メヌさんさん、長見さんもご自身の頭髪で1万本抜いてみませんか。やだよ。南さん、あと少し。やだ、10円ハゲとかになるんじゃない。腹部的に1万ポンってどれぐらいなんだろうね。10円ハゲかな。一旦リセットしよう。いやもうこれ終わったら終わりでいいでしょう。絶対終わりでいいよね。もうきついきついきつい。おけけ抜ききつい。あ、ロングの毛ってまだ見つかってないよね。リパシさん、終わる気ですか。終わる気だよ。十分終わる気だよ。ここだね。十分終わる終わるだね。あ、また裏書いてたわ。だけどさ、結構連チャンで今配信してるからね。なるべく毎日配信また心がけてやってますから、まあいいと思いますよ。よしよしよし。あれかな。1万ポイントもう少し。あ、なんか OK。 よし、こっちか。あれかな。リパシさん、もうこの作業に何も思わなくなってきたね。本当よ。残り200ポイント。ここら辺の縦のライン気になるけど、一旦リセットでいいか。よし、1万ポイントマジでもうすごい。また黄金の毛あった。 OK。 ふっ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 。N さんさん、天井に引っかかったマッチを救うゲームみたいに一定ライン超えると歌流れたりしないの？ないない。あれはあのゲームは色のついたマッチョを助けると音が鳴るの。いつもと違うマッチョ。ナイス！オッケーオッケー。よしよしよし。新浪さん、1万ポイントいった。ナイス！ナイス！1万ポイントいった。え？何これ？何も起こらない。何だこれ。ルーレット、ルーレットで出た効果が発動する。クリックでストップ。効果の種類3種類。へえ、ルーレットっていうのがあるんだ。リパシさん、金色抜いたらさっきに流れないかな。メヌさんさん、1万本も行きましょうよ。一旦、あ、5種類7種類9種類11種類。
11種類増えてるけど、11種類種類増えてる。待って待って、これで行ってみる。ふわっ、1万本いくか。くわくわ、これなんだろう、何も起こらない。あ、ちょっと俺の顔で見えないのか。ちょっと待ってね、よろしくお願いいたします。何も起こらない。抜く速度1/4、4倍、抜くスキルがレベル 1? 効果半減。何書いてるかよくわかんないね。南さん、そんな風になってたんですね。そうそうそう、これが長い毛を抜くで、ここがスキル。一旦これ使ってみるか、一回400。あ、書いてるじゃん、クリックで止まるのか。何も起こらない、抜く重複負荷、有効スキルがレベル1にプラス1レベル。金の毛効果半減、金の毛効果倍増。金の毛って効果なんかあるの？所持ポイント半減があるけど、所持ポイント倍増、抜いた毛の 25% が戻る、生えてる毛の 25% が抜ける。え、怖くない？全部わらわら。お、もうやらないと思う。もう俺もうやらないと思う。ミーナミ373ドル。俺もう二度とやらないと思う。ふわ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 。ラメルさん、うん、一番止まっちゃいけないやつ。笑。いやー、俺もう二度とやらないと思う。一旦クリアしますか。時間制限モードのこれをクリアしますか。あれ抜けない。よし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 、こっちかな。おまけ、真剣に抜こう。真剣に抜くってなんだろう。真剣に抜いていこう。よしよしよし。多少まばらになってもいい。まばらは許容範囲。抜けない。OK、よしよし。よし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 。